でさ、あいにくの雨なんですけれども、さっきね、2時間ぐらい前か、2人で一緒の部屋で編集してたんですよ。雨バー降ってきて、あーもう今日練習なしだなーって俺思ってたの。周平さんが、いや練習しよう言い出した時、俺はもういよいよだなと、いよいよあもうこいつ本気だなと。今までそんな TK でいなかったよ、マジで。この意識改革どうした？ちょっとね、10秒休暇して。いや前回の試合もね、周平なりには悔しい結果だったからってこともあんのか、ね、僕は感動して雨でもいいやと思って俺もよし行こうって言っちゃったもんそれは逆に吉木さんもついてきてくれてありがとうございます。というよりね、今日はね、吉木さん、この中身なんですよ。また新しいの買いました。あんたもいろいろ買ってるじゃん最近。え、俺聞いてないぞ。それは聞いてないでしょ。うん、じゃじゃん、かっこいい。SP ブレーですね。一回動画でも紹介させていただきました、小池さんと草野さんと。やば、裏みたい。裏はね、いつも通りなんだけど。なるほどね。まあ、動画でも話したんだけど、うん、アッパ、はいはいはい、がめちゃくちゃ変わってて、ヨシキさんがよくこのフィット感っていいじゃないですか、うん、多分最上級だと思います。マジで、うん、ぜひ機会あれば履いてみてほしいんですけど。はい、今までは黄色いやつあったじゃん。あ、はいはいはい、あれの進化版みたいな。あ、なるほどね。黄色も SP ブレードっていうの。あれも SP ブレードです。これも SP ブレードということで。色かっこよすぎない？ TKD といえば水色ということで、今出てる文字の色も水色だもんね。はい、水色黒ってもうやばいね。この水色カラーで10秒9トトロ出したいんで。ちょっと千尋のランとかあんので、この SP ブレードって種目も100、200、400ハードルとかも、はい、いけちゃう。結構あの万能タイプ、どっちかといったら、はいはいはい、うん、スプリントチックではあるんだけど、はいはい、プレートもなんかそこまで硬くなくて曲げやすいので、はい、本当なんていうんだろう、多分 100m で言えばもう12秒前半ぐらいの選手ぐらいからも全然使いこなせる。なるほど、スパイクかなとは思いますね、はい、なんかそうやって改めて聞くとなんか味があるね。味あるっしょ。うん、これあの1500はなし1500はなし。小石さんも言ってたんだけど、吉木さん黒のインクスで1500で3分台出したわけじゃないですか。それって、うん、間違ってるかもしれないけど間違ってなくて黒のインクス開けばスピードは絶対出るじゃないですか。まあそうだね、単純に、ま、間違いない。でそれってスピード俺出したいっていう求めた最上級だと思うんですよ。はいはいはい、そうだね、はい、うん、単純にね、はたから見たらバカじゃないのっていう話なんだけど、うん、でもそれで結果出しちゃったので、うん、俺それ高校時代やりすぎたせいか、俺ってあの体型細いじゃん。でもふくらはぎだけ異常に発達しちゃって。細いけど、うん、発達してるよね。そう、デカめだよね。そうなんです、はいはい、でかいんですけど、はいはい、それやったせいか、その当時ふくらはぎブスだねって言われてました。やかましいね高久さんとかも結構しっかりしたふくらはぎしてる。ああそうだね、あもちろん血管とかもそうなんだけど、はいはい、長距離選手ってマジでなんかどっちかというとなんか俺みたいに、あはいはい、ないじゃん。わかる、言いたいことわかる、うん、でも高久さんちょっとこう膨らみがあるというか。そうだね、なんかそういう長距離選手はやっぱスピードは出るよね。うん、逆にタムジョーあんな細い足で52秒とか51秒とかでも今やっぱ走るわけじゃん、うん、すごいなと思うんで、ね、タムジョーの走り見てるとやっぱ体の使い方うまいよね。上手だね、単純に目立つね。いやかっこいい。いやめちゃくちゃ目立つ。いやあの黄色もいかつかったけど、いや水色なんだろう、単色、うん、かっけえわ。いいよね。ああ、刺さる音が新しい。なんか、今日は何やるんですか、そこ、ところ。今日はね、試合終わってからまだスパイク履いたの今回初めてなんで、はい、ちょっと中級打点ぐらいで、はいはいはい、はい、行こうかなと思って、はい、200、2から3ぐらいかな、ちょっと本当に気持ちよく終わりたいな。ああ、でも意外にやるね。マックス3ですね。はいはい、はい。最低2。なるほど。うん、まあ、状態見ながらって感じですか。そんな感じですね。ちょっと今日は状態見ながら練習させていただきます。はい、はい、とりあえず一回これの試し走りというか見てて、ダッシュで行こうぜ。かっこいいな。流しということで流してましたね。いやーでも遠目で見た方がかっこいいな。いやなんかあの色なかなか見ないからめちゃめちゃかっこいいね。いいな。どうすか、ニューのスパイクって跳ねるな。あやっぱ跳ねる。制御できなかったと思った。マジで帰ってきた時にこう受け止められなかった。はいはいはい。やっぱり黄色いブレードもさ、なんだかんだ言って2年履いてるから全然違うね。あやっぱあの改めて履くと分かるんだね。皆さんもちょっと金銭面とかいろいろあると思うけど、うん、できるなら、はいはいはい、新しいものっていうのは、うん、変える必要があるかもしれない。なるほどね。履いたい人はしっかりその自分が履いてるシューズの寿命を知った上でってことだよね。そうそうそう。もう早速いっちゃおうかな。あ OK です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、さあ201本目です。はーい、
just wanna know what you think about me when the summer's over. 足がすごい前にギュンギュンギュンって出てる感じがあるね。21、22、23、24、24秒5ですね、僕の時計では。はい、いいよ。2本目ですね。グッ。さあ、なんか1本目より軽快なリズムでスタートしました。19、20、21、22、23秒2。俺間違ってんのかなって不安になったわ。23秒2。ありがとう、うん、気持ちよくいった。気持ちよくいった。じゃあもう一本。休憩して流しただけ。100。あー、オッケーっす。いいっすか。はい、オッケー。 100m 流し1本入れて終わるそうです。12秒0で行きたいって言ってました。リラックスにしてますね。10、11、12、12秒2。お疲れ様です。お疲れ様でした。ナイスランでした。オッケー、いい感じ、うん、いや本当コメントラインにも結構あったんだけど、いや全然俺の動きがいいとか言いたいわけじゃなくて、いい動きを作りすぎてた感は若干あって、もう自分の走りを壊すじゃないけど、爆発力じゃないけど、バーって動かす平均ちょっと少なかったなっていう。あー、それは若干あるんで、うん、もちろんそれは全て正しいものの元に成り立つから、はい、いきなりそれっていうのはよくないんだけど、やっぱどっちもやんないと、うん、みたいな選手はやっぱりこうバランス塩梅取らなきゃいけないじゃないけど、偏っちゃうと思うんで、うん、正確性っていうのは一番大事にしていきたいんですけど、はい、まあ、そこにちゃんとこうスピード出す練習というか、うん、これからちょっとバシバシ入れていきたいなと、はい、思います。むしろその正確性っていうのはやっぱ冬季で積み上げるものなので、今どうこうっていう形では多分ほとんどないと思うんで、もちろん調整は大事だけどっていう話なので、ちょっとスピードラインを復活入れていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。まだ6時40分。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。